はいどうも皆さんこんにちは、サーディーの河野玄斗です。今回使うのはサムネにもあったこの問題なんですけど、この問題ね、一見難しそうに見えて気づけば一発なんですね。もうある操作をするだけでパッと解けちゃうんですけど、学んでほしいのはね、その操作じゃないんですよ。その操作に至るまでのプロセスを学んでほしいんですね。で、この良問実はですね、1990年の IMO 国際数学オリンピックの問題なんですね。まあ、日本代表が参加した最初の数学オリンピックで出された問題なんですけど、数学オリンピックでこういう問題が出るんだっていうのを楽しみつつ、大学受験でも通用するその発想力っていうものを学んでいきましょう。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。数列 n を次のように定める。 h イコール1、 n が1以上の時 n プラス1イコール n プラス n 分の1、この時 a100 の整数分を求めようと、まあ、こういう問題ですね。まあ、この問題ね、気づけば一瞬なんですよ。ただそれを気づくまでのプロセス、そこをしっかりと見ていきましょう。まずこのね、全化式ですね。全化式、この全化式を見て何を思ってほしいのかというと、これ全化式解けなさそうだなと、これにね、まずね、気づいてほしいですね。まあ、要は全化式っていうのは何が大事かというと、まずはパターンを抑えることが大事なんですよ。解けそうなパターンっていうものをしっかりと勉強した上で、じゃあこの全化式はそのパターンから外れてるから解けなさそうだということがわかるよね。要は解けない全化式っていうのは解ける全化式を抑えることで初めてわかるというわけですね。じゃあ解けないんだったらどうすればいいのか。まずね、このステップ、とりあえずね、最初は実験してみるんですよ。 A1 イコール1、なんか規則性ないかなと。 A2 っていうのは1個前のやつの、そのままのやつと逆数を足すと2、 A3 は2足す2分の1で2分の5、 A4 は2分の5足すその逆数足して10分の29。なんか規則性なさそうですね。規則性なさそう。じゃあ規則性ないな、じゃあそれを解くわけじゃないんだ、今回は、まあ、整数部分を求めればいいわけだしなっていうふうに、まあ、そこをね、発想を切り替えてほしいと。じゃあその上で今回ね、この形を見て気づいてほしいことは、 an プラス1イコール an プラスなんとか、まあ、要は解差型に近いね。どういうことかというと、まあ、a1 a2 a3 a4 というふうにあったときにね、 an プラス1はその1個前のものにこれを加えたものだよという形で、まあ、今回ね、この青の部分が an 含んじゃってるんだけどね、普段だったら n だけをね、含む式になってるわけだから、結果的に、まあ、シグマとかね、使って解けるわけだけど、今回 a の含んでるね。まあ、だから純粋な解差型ではなくて、まあ、純解差型って感じかな。a1 が a2 になるときに、プラス a1 分の1をすると。で、a2 が a3 になるときに、プラス a2 分の1。まあ、こんな感じで、どんどん足されていくなってことはわかるね。まあ、A100 まで考えると、ここはプラス A98 分の1。ここは A99 分の1と。まあ、こういう形になってる。だから A100 っていうのは A1。まあ、これ1ね。で、これ2、2分の5、10分の29っていうふうになるわけだけど、A1 に A1 分の1。これの逆数。と、これの逆数。この逆数。この逆数。っていうのをどん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 足していって、どこまでかというと A99 分の1まで足すんだということに気づけるわけね。じゃあ今求めたいのはこの整数分でとすると、こいつここで足された分ね、 A1 分の1から A99 分の1まで足したものをうまくね、評価してあげて整数部分を求めたいわけけどね、まあ無理なんだこれ。実際のところどう評価する、この後どういう風になるのかよくわかんないなっていうふうなわけ。まあ要は無理と。じゃあね、ここで一旦止まってしまうわけ。止まってしまう。ここからがね、勝負のね、まあ、分かれ目なんですよね。この an プラス1イコール an プラス an 分の1っていう形を見て、あることに気づいてほしい。まあ、ここまで頑張って、難しいなぁ。で、ちょっとね、よぎってほしいことがあって、この形出てくるとしたら、どういう時かというと、まあね、大学受験で出てくる場合、ほとんどの場合ね、これ2乗するでしょ。なんか要は an の2乗プラス a の2乗分の1の値を求めたいみたいな、そういう問題よく見たことありますよね。
これが絡む問題って割と二乗してんな、ちょっと二乗してみようかな、もう本当にねその一瞬のね、まあひらめき、それがあるかどうかでこの問題の勝負が決まってくると。二乗してみましょう。そうすると AN の二乗と、右辺の二乗、右側の二乗と 2AB だね。で、AN と AN 分の1の積が1になるわけだから、プラス2というふうになるわけ。これを二乗するとこうなる。これに気づけるともう勝ちね。っていうのも、さっきやった論理をしっかりと考えてみます。ね。さっきやった論理。あ、これも解差型になってるな。っていうふうにパッと気づけるわけだよね。で、今度は、ここの部分がどん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 足されていくわけ。で、この an 二乗分の1。an 二乗分の1ってことは、1プラス、これの二乗分の1、これの二乗、これの二乗っていうものがどんどん足されていくのか、2分の1、5分の2、29分の10より、ね、格段にちっちゃくなっていくな、っていうところがあるわけだけど、もっとね、この問題を解くポイントになってくるのが、今回ね、二乗がどんどん求まっていくことだよね。二乗が求まっていくこと。二乗が求まるっていうことは、整数部分でどういう影響を与えるかというと、例えばね、AN の整数部分が10だと。これを考えてみましょう。AN の整数部分が10。その場合っていうのは、AN で言うと10以上、11未満でね。これが言えればいいわけだけど、AN の二乗。二乗を考えると、AN の二乗が100以上、121未満であることさえ言えればいいわけ。10の二乗、11の二乗。まあ、要は、AN の時点だと、幅1しかないわけね。評価の軸が。ね。かなり厳密に AN っていうものを評価していかなきゃいけないわけだけど、二乗ってなると、幅21もあるわけ。もう一気にゆるゆるの評価で良くなると。これに気づければ、もうできますね。まあ流れとしては、これ二乗したらどうなるかなってパッとちょっとだけ、もう本当にね、10秒でいいからこの式を書いてあげて、今まで考えてきた議論っていうものを見てあげれば、あ、これ解差型だ。ここの部分ね、評価しやすいな。まあちっちゃくなるかね。ちっちゃくなるから評価しやすい。あれ二乗って整数部分っていう観点で言うとめちゃくちゃ評価しやすいなっていうふうになるわけ。よろしいですかね。ここまで来れば、じゃああとは、ね、A1 の2乗、A2 の2乗っていうふうに並べたときに、どういうふうになるかというと、ここはね、2プラス A1 2乗分の1だよね。で、ここでまた2プラス A2 の2乗分の1っていうふうに足されてって、どこまでかというと、2プラス A の99の2乗分の1というふうになる。よって、A100 の2乗っていうものはどうなるかというと、A1 の2乗に何を足すかというと、2が99個でね。まあ、上刻み的に99個。足す、A1 の2乗分の1から、A の99の2乗分の1まで足されたものというふうになるわけ。そうするとね、ここ1でしょ。ここ198でね。で、まあ、ここの部分を後で評価するわけだけど、まあ、要は、199足す、なんとかっていうふうになるわけ。ここまでいいですかね。A100 の2乗は199プラス、なんとかっていうふうになる。とすると、ね。まあ、14の2乗っていうのを計算すると196。15の2乗っていうのを計算すると225。っていうことを考えると、199足すなんとか。まあ、これそんなに大きくならなさそうだな。ということは、A100 の2乗はこの間かな？だったら A100 の整数部分14かな？っていうのはなんとなく予想が立つわけね。とすると、まあ、199プラスなんとかの時点で、まず196より大きいことは示せる。じゃあ次示したいのか？ここの部分が 225-199 の26より小さいってことさえ言えればもういいわけでしょ。よろしいですかね。まあ、要は、A100 の2乗っていうものは199以上であることは確定なわけ。まあ、より大きいことは確定。で、残りの部分。まあ、これイコール、199プラス A1 の2乗分の1足す A2 の2乗分の1。A2 は2だから4分の1。足す、まあ、A3 の2乗分の1。足す、点々点。足す、
A の99の2乗分の1と。まあ、こういう風になるわけ。で、ここで、まあ、ざっくり評価してあげればいいわけ。この A さんの2乗分の1から A の99の2乗分の1って、全部これよりちっちゃいでしょ。4分の1以下。それぞれ4分の1以下。っていう風に全部言えるわけ。だから、まあ、これを、また不等号で評価してあげる。小なり199プラス、この1だけ出してあげて、残り4分の1かける、こっからここまでは98個でしょ ?98 個。まあこれ計算すると、2分の49。まあここ 24.5 足す200。よって 224.5 というふうになる。ね。さっき計算した225より小さいことが言えたと。A100 の2乗は、196以上、225未満。ということで、A100 は14以上、15未満ということがわかるから、整数部分は14だよっていうふうになるわけです。よろしいですかね?まあ、この問題ね、ポイントは何と言っても、あれ?これ、2乗したいな。もうこれに尽きるわけですよ。2乗したいな。ただ、そのね、二乗した後にちゃんとこのことに気づけるかっていうのは、それまでのね、過程で、うん、買い下がったかなとかね、一旦実験してみようかなとか、まあ、いろんな試行錯誤を経た上で、じゃあついに二乗します。あ、さっきやったのと同じ議論が使えそう。で、そこで気づいてほしいのが、このね、整数部分の評価の時に二乗で考えると幅ゆるゆるだから、評価も楽そうだな。ね、この発想ですね。この発想。しっかりとね、答えだけ見て、これ2乗したらこうなって、こうやって解けるよね。はい、こうやって出して14、みたいなね。それだけ見ても、何の勉強にならないんですよ。あ、そうなのね、みたいな感じ。ということで、皆さんもですね、普段の学習の時から、答えだけ見て、あ、こうやって解くんだ、っていう風に、まあ、それだけでね、納得するのではなくて、しっかりと、そのプロセスっていうところまでも含めて、学んでもらえたらいいかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。